恥は、太宰治の短編小説。たまる、はよ、その首にこうむり、来たる振り袖を裂き、手を首に乗せて、小張りつつさゆけりかずこは、サムエルキシタ、第13章19説を引用し、友人のキクコに訴える。かわいそうな妹たまる。若い女は、恥ずかしくて、どうにもならなくなった時には、本当に、頭から灰でも被って泣いてみたい気持ちになるわね。 和子は、ある時小説家の戸田に手紙を出した。戸田の小説には無数の欠点を認めるが、そこにある一種の哀愁感を尊いものだと、信じるという内容の手紙であった。自分の住所と名前は書かなかった。それから後、文学世界の今月号に掲載された戸田の短編小説、七草を読み、和子は驚く。主人公の名前は和子で、年齢も、 同じ23歳。父親が大学教授である点まで同じであった。和子は戸田が手紙からヒントを得て、新聞社の友人あたりに頼んで和子の名前を突き止め小説を書いたのだろうと推測する。和子は自分の名前を明かし、再度戸田に手紙を出す。4、つ日して戸田からはがきが来る。和子は翌朝、急に戸田に会いたくなり、身支度を始めた。 戸田は秋になると活気が起こって苦しむということを小説で知っていたのでベッドの毛布を一枚風呂敷に包んで持っていくことにした。ありがとうございます。